優しいコメントもありがとう。大丈夫。リリカ全然、全然大丈夫。むしろ、うん。そう、反省はしてるけど、気には病んでないよ。自分のダメなところはめっちゃ反省してるけど、大丈夫です。ありがとね。これからもよろにゃんです。うん。メンタル強いので。メンタルめっちゃ強なので大丈夫です。そう。引きずらずに次に生かす。一度間違ったら次は間違えない。それが大事であると思っている。うん。頑張るぜ。ありがとにゃんでーす。そう、リリカよりさ、リリカより本当にひそみならいくん、ひそみならいちゃんが気にするんじゃないかと思って。そっちの方がね、心配でした、リリカは。だからみんなを心配させないように、ちゃんとするにゃんです。ありがとにゃん。あ、いや、今日もね、螺鈿と青くんが、コラボしてたじゃん、今日。なんかその後終わった後に二人で話してたから、リリカもちょっとだけ混ぜてって言って、そう喋ってたんだけど、そう、その時に、なんか、またね、ダデンから、おで、リリーのこと、好きってそう、急に告白されて、なんかすごい好き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 言ってくれて、いや、あれ、リリカのこと元気づけようとしてくれたのかな。そう、めっちゃね、めっちゃ好きって言われて、なんかリリカに飼われたいみたいな。リリカの犬になって、リリカに撫でられたいって、めっちゃ言われてね、ちょっと嬉しくなっちゃった。そう。どうしたどうしたって甘えたい時期だったのかな。そう、すごいね。そう、優しい子だからね。そう、気遣ってくれたんかな。そう。最初からそう。いや、めっちゃ嬉しかった。ただの俺、秘書見習いちゃんや。よっしゃ、秘書見習いちゃん5人から6人になったやん。俺もペットワークいいっすかじゃないよ。そう、秘書見習いちゃんですね。先日のいろんな男を知ってる方がいいやろ発言にはびっくりして、理解が追いつかなかったけど、いや、違うよ。リリカは全然男の経験はガチでないんよ。ごめんな、これもちょっと言葉足らずだったよな。これも雑だったよな、例がな。ごめんな。私的には全然ありです。違うからな。寝取られにはまるなよ。リリカ別に寝取られ趣味持ってほしいわけじゃないからな。そう、リリカは二次元の男しか知らんからな。そう、そういうことじゃなかったんだよ。ごめんね、あれはリリカのちょっとね、説明がマジで、説明が雑だったよな。知ってるってそういう意味じゃなかったんだけど。そう。そう、グローバルニキがね、グローバルニキも勘違いしちゃうよね。そう、大丈夫。そう、これからも楽しくやっていこうと思うから。うん、いつもね、リリカ本当に言葉選び下手なの。そう。面言のノリを出したのも良くなかったからね。そう、付き合ったのは風丸一郎とだから。そう。そうやね。大丈夫なんで、安心してください。ギャルやしな。ギャルの皮かぶったオタクな。ギャルの皮かぶったオタクな、マジで。二次元の男をたくさん知ってるんじゃないよ。二次元の男と男の絡みをたくさん知ってるんだよ。全部そっちに変換するから。いや、まあ、リリカがどれぐらいやばいかっていうと、実家に、BL 漫画が、商業 BL 漫画が、4、5000冊あるんで、もうそれだけ聞くだけでも、リリカが通常ではないという、うん、通常ではない。家に5000冊、BL 漫画がある人間は通常ではないので、安心してください。大丈夫です。1000じゃないです。5000です。うん、そうだよ、ショコです。リリカ昔から友達に、リリカの家は、BL 漫画図書館だからねって言われてたんで、そう、床抜けるから買うのやめてくれってお母さんにも言われてるんで。はい、大丈夫です。
そう、今ね、ちょっともうこっちに来ちゃったから、そう、実家出ちゃったから、そう、本当はね、それ見てみんなが、うえ、やべえって言ってほしかったんだけど、そう、お前も言ってるよ。リリカマジでね、BL 大好きなんです。本当に好き。いろいろあるよ。いろいろある。まあ、同人誌も読むしね。もうお母さんもお父さんも全然知ってるよ。だって隠せないもん、5000冊もあったら。普通にそこら辺にあるよ。うん。床抜ける。あ、ね、写真もね、いやでもなんか本当に部屋汚くて、本棚がなんか5個ぐらいあるんよ。そうだから1箇所にまとまってないから、そう、あんまりなんかこう、量の多さが伝わらないと思うんだよな。そう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 。ベッド壊れてたしね。あ、そういう話も、まあいつかはちょっとしようか。まあなんかそんなにあんまり BL の話興味ない人も多いかなと思って。特にね、なんか男の人とかだと。そうだから。そうなんだよ。あと ASMR も本気でやりたい。頑張りたい。うん。ちょっと変な風に言っちゃったせいで、変なコメントプロレスしちゃったせいで、ちょっと ASMR、ふざけてるみたいになっちゃったかもしれないけど、本気でやりたいと思ってるから、頑張るね、リリカ。うん。下手くそだと思うけど、楽しみにしといて。頑張るにゃんです。イエス。あ、名言結構甘いですね、リリカの配信は。そう。リリカの配信は、やば、名言は、うん。ダメかもしれんにゃんですね。でも頑張るにゃんです。